CN7 型エラントラヒュンダイエラントラは韓国の現代自動車が生産するセダンを中核とした小型乗用車である。4代目は韓国車で初のハイブリッドカーが設定された車種である。なお、韓国国内ではエラントラは初代のみを指す故障であり、2代目以降はヒュンダイアバンテを名乗っている。また、 過去のモデルとの併売がままある中国では4世代のエラントラが併売されており2016年5月現在北京ヒュンダイ公式サイトには XDK、HDK XD、HD MDK、そして最新型の ADK が掲載されている初代エラントラ初代エラントラ1991年式の G4CR エンジン1990年 ステラの後継者種として登場。ただしこの社名に関して、ヨーロッパではエーロータスから、オーストラリアでは三菱自動車の現地法人から、それぞれクレームがついたため、これらの地域では2代目までは、ラントラの名称が使用された。発売当時はそれほど人気モデルではなかったが、経済性や性能をで次第に評判を得て、最後は国内。 海外合わせて100万台以上の販売実績を誇るベストセラーとなった。また、このエラントラ並みの大きさや性能を持つ車を韓国では準中型車または中古型車と呼び始めたが、後にこれは韓国で C セグメント車を称する名称になった。韓国国内でのキャッチコピーは2代目エラントラ1995年3月登場。 この台から韓国ではアバンテに社名が変更された。同年9月にステーションワゴン、アバンテツーリングも発売されたが、韓国国内では人気が低かったため、後継となる XD 型では設定されなかった。1998年2月にマイナーチェンジ、前期モデルと区別するために、オールニューアバンテと呼ばれるようになる。同時にアバンテツーリングもマイナーチェンジし、 オールニューアバンテツーリングと呼ばれるようになった。また、オールニューアバンテには、韓国国内初となる、リーンバーンエンジンを搭載したモデルが設定された。3代目エラントラ2000年4月登場。韓国では、アバンテ XD として発売されている。開発コード名の、XD は、エクセレントドライビングの略称であり、後期型韓国使用 CM ではその旨が、言及されている。 前作と異なり、かなり直線的な外観を特徴としている。ボディタイプは4ドアセダンおよび5ドアハッチバックが用意されている。韓国市場では、α1.5 リットルガソリンエンジンと β2.0 リットルガソリンエンジンを搭載しており、韓国以外の市場では1.5リットルディーゼルエンジンを搭載したモデルも販売された。1.5リットルには、の リーンバーンと DOHC の2種類のバリエーションが存在した。同年11月にはハッチバックの5ドアモデルが韓国市場で発売。基本仕様は1.5リットルを搭載しており、レーシンググレードでは2.0リットルを搭載し、より強力な性能を追求した。2002年には日韓ワールドカップを記念した3000台限定のワールドカップエディションが 韓国市場で販売された。2003年にマイナーチェンジが行われ、フロントマスクが大幅に手直しされた。初期型と異なり、曲線を多用したデザインに変更された。韓国仕様での変更点としては、それまで2.0リットル仕様のみであった、VVT を1.5リットル仕様にも採用したことや、ABS を再開グレード以外の全グレードに搭載したことなどがある。 2004年には従来の1.5リットルを1.6リットルに置き換え、2005年には1.5リットルのディーゼルエンジンを韓国仕様に追加した。韓国で2006年に HD 型にフルモデルチェンジされた後も、日本、中国、インド等では引き続き XD 型が販売された。日本仕様車について、日本では2001年発売。当初は、 セダンとハッチバックの両方が販売されていたが、2003年のフェースリフト後はセダンのみのラインアップとなっている。ほぼ5ナンバーサイズと言っても差し支えないが、全幅が5ナンバーサイズ上限の 1700mm を 25mm オーバーしているため3ナンバー登録である。日本使用者には、ベータシリーズの直期 DOHC エンジンが用意されている。 2.0リットルは全車 AT だが1.8リットルに関しては前期型のセダンに5速 MT が設定された時期があった。なお、当初はセダン3グレード、ユーロ2グレードでそれぞれに2種類のエンジンが設定されたが、その後のグレード整理によりユーロは1.8リットルのみとなっていた。また、フェースリフト直後も1.8リットルのみの設定だった。 車体価格の安さから、都内の一部の個人タクシーで採用されている。日本市場では販売の低迷から2008年4月7日に、販売を取りやめることを決定し、在庫がなくなり次第販売終了となった。直期型の h d 系は日本に投入されていないが、それと同一のプラットフォームを使用した、ハッチバックよびステーションワゴンの i30 が、投入されたこと、その上、 I30 自体アメリカではエラントラを名乗ることを考えると日本やアメリカではエラントラはセダンからハッチバック及びステーションアゴニへの完全移行を伴う実質的なフルチェンジを行ったと解釈できる中国使用者についてオリンピック直前に北京タクシーとしておよそ8万台が受注され北京市内のタクシーの相当量で使用されたことがある 中国においては、MDK が登場した2012年4月現在においても、フェースリフトを重ねながら、XDK の販売が行われて続けている。中国名は、イラントク。現在販売されているものは、外観上基本的には他国向けの後期型と大差は、ない。しかし、グリルとフロントバンパーが変更されており、さらにメーカー文字エンブレムは、ヒュンダイではなく、 現地合弁の北京現代となっている。北京現代のラインアップ刷新で2019年に販売を終了している。四代目エラントラ2006年4月のニューヨーク国際オートショーで世界初公開された。続いて、韓国でも同じく4月開催のフザ山モーターショーで新型アバンテが発表されたが、ストライキの影響で生産が遅れ、6月に、 ようやく販売を開始した。歴代のエラントラで初めて電動式パワーステアリングが装着された。しかし、初期型の電動パワーステはハンドルがロックする現象やカップリング耐久性不良問題などの品質問題が時間が経つにつれ浮上し、リコールが行われた。ボディタイプはセダンのみ。エンジンは北米仕様が2.0リットルで、韓国仕様はこれに加えて、 新開発の1.6リットルおよび1.6リットルのコモンレールディーゼルエンジンも用意される。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアがインホイールタイプのマルチリンク。ボディサイズは全長4505メートル MX 全幅1775メートル MX 全高1480ミ、mm、リメートルで先代型に比べ全幅、全高が 約5センチメートルほど拡大されている。韓国国内での社名は、ソナタやグレンジャー同様、サブネームが外れ、アバンテとなるが、便宜上、アバンテ HD としばしば呼ばれる。韓国仕様の2.0リットル車は、2007年11月に、i30 の2.0リットル車が投入された、ことにより販売が打ち切られた。アメリカでは、i30 のステーションワゴン仕様、 i30CW がエラントラツーリングとして販売されている。中国使用前後のデザインを大幅に変更した中国使用者が北京現代記者から発売されている。中国名を越道としており、併売されている XD 型と区別している。エラントラ EV2018 年現在、中国市場において本社をベースとした電気自動車。 エラントラ EV が販売されている。上述のように HDK の中国名は越道だが、このモデルに関しては、新イラントク EV と表記されている。ハイブリッドルパイ2009年4月のソウルモーターショーで、ハイブリッドルパイが初公開され、同年7月8日から発売開始された。LPG のハイブリッド車としては、世界初であり、同時に、 韓国車発のハイブリッドカーでもある。1.6リットルのルパイエンジンに CVT が組み合わされており、バッテリーはリチウムイオンポリマー二次電池。なお、これに関しては LG 化学のものであると報じられている場合がある。外装に関しては、ヘッドライトとリアテールレンズに LED を内蔵した専用品と専用エンブレムを装着。また、外装色には、 ルパイ専用のグリーンも用意され、専用のエアロパーツ類も装着されている。内装に関してはメーターを除いて大きな変更点は見られない。朝鮮日報の報道によれば、アバンテハイブリッドルパイの燃費はガソリン車関西で38から3 9トル L と試算されている。しかし、停車中にアイドリングストップをするとエンジンだけでなく、 クーラーまで停止してしまうなどの問題も抱えていた。2010年7月、2011年モデルを発表。内外装のリフレッシュと安全性能と環境性能の向上が図られた。なお、後術の MD 型発売後もエコ需要に積極的に対応することを目的に当面の間併売される。2010年4月の富山モーターショーで発表され。 同年8月に発売を開始。外観は i F 型ソナタや RC 型アクセントと、同様にフルイディックスカルプチュアと呼ばれる、スタイリングをまとっている。サイズは、全長4530メートル MX 射服1775メートル MX 射光1435ミ、mm、リメートルと、旧型に比べて、それぞれプラス25ミリメートル、プラスマイナス0ミリメートル、 マイナス 45mm となり、ワイドローを強調。装備的には、HID ヘッドランプや LED テールライト、フロントの両席エアバッグとサイドエアバッグ、トランクルームから操作できる、加藤式、リアシート、リアパーキングアシストシステムなどといったクラスを超えた、上級装備を備えながらも、価格上昇を最小限に抑えた。 エンジンは 140PS を誇る1.6リットルガンマエンジンのグッディバンに6速 AT が組み合わせられる。なお、グレードは装備の際に応じて、デラックス、ラグジュアリー、プレミア、トップの4種を設定。2010年11月11日、韓国で購入から1ヶ月にも満たない MD 型、アバンテが走行中に火災を起こして、爆発、全焼したという事件が報じられ。 ヒュンダイは、事故の事実を認めた2010年11月、ロサンゼルスオートショーにて、北米デビューを果たした。北米使用者には 150PS を発揮する、新開発の1.8リットルエンジンが搭載され、高速燃費は 40mpg を誇るとしたが、後年アメリカ合衆国環境保護庁により、燃費が古代表示と指摘された。また、北米向けエラントラの製造は、 そなたと同様に、アラバマ州、モンゴメリーのヒュンダイモーターマニュファクチャリングアラバマにて行われる。2012年1月、フォードフォーカス、フォルクスワーゲンパサートを抑え2012年、北米カーオブザイヤーの乗用車部門を受賞した。2012年2月、シカゴオートショーにて、エラントラクーペと。 エラントラジティが発表された。2013年4月2日、韓国国内でアバンテクーペを発表を。同日に発売開始した。エンジンは2.0リットルのグディのみで、スマート、プレミアムの2グレードを用意。しかし、ドアの枚数が異なることを除けば、セダンとの違いに乏しかったため、韓国と米国の両国で、販売面では大きく失敗した。 2013年8月13日、セダンをザニューアバンテとしてマイナーチェンジ。新デザインのバンパーやリアコンビネーションレンズを採用するとともに、ヘッドライトに LED を内蔵することで質感を向上させた。パワーユニットについては、輸入車を中心に近年韓国内で高まりつつあるディーゼル車人気を背景に新たに1.6リットル。 VGT 直噴ディーゼルエンジンをラインナップし、計3種類とした。中国使用2012年4月の北京モーターショーにて中国使用者が発表された。中国名は、アキラドー。中国専用にフロントグリルとバンパーのデザインが変更されている。アキラドーは、同年8月22日から発売開始された。エンジンは1.6リットルと1.8リットルの2種類。 2015年9月9日、韓国にて6代目アバンテとして発表を。コードネーム AD の名で約5年をかけて開発された。サイズ的には全幅が 1.800mm に拡大された以外は、先代からの変化は最小限にとどめられている。パワーユニットは先代からキャリーオーバーのガソリン、ディーゼル、ルパイの3種が用意されるが、すべて1.6リットルである。 なお、ディーゼルは、ユーロ6基準をパスする改良が施されている。トランスミッションは、ガソリンとルパイに6足、AT、ディーゼルには、シリーズ史上初となる7足 DCT が、組み合わせられた。フォディは、高張力鋼の使用比率を、先代の21%から53%に、引き上げたことで、剛性を引き上げながらの軽量化を実現。これは、ディーゼル車で、 先代比13.6%増で順中型車、最高水準を誇る燃費にも、高影響をもたらす結果となった。安全面についても抜かりはなく、順中型車随一の7エアバッグを搭載し、衝突時にシートベルトが、骨盤部分を強く押さえる、下半身障害低減装置と緊急停止時に、後続車両にハザードランプで知らせる、エマージェンシーシグナルシステムも装備、 エクステリアは DH 型ジェネシスや LF 型ソナタの流れを組んだフルイディックスカルプチャー2.0に進化し近年のファミリールックであるヘクサゴナルグリルも採用流冷さを強調すると同時に空力性能にもこだわった結果クラス最高値となる CD イコール0.27をマークしている2018年9月には大掛かりな改良が施され 三角形をモチーフとするヘッドライトをはじめとしたフロントマスクは一新された。リアエンドもバンパーとリアコンビレンズのデザインを大きく変更したことでグレンジャーやソナタと同じデザインエッセンスとした。安全装備も追突軽減ブレーキ、レーンキープアシスト、ブランドスポットモニターを標準装備している。なお、前期型スポーツはミニオンクプロとして商品化されている。 レーシングタイプのミニ四駆において実在の車両を元ネタとする例は珍しい。本製品は韓国限定モデルのためパッケージやマニュアルはほぼすべてがハングル表記となっている。2020年3月17日ハリウッドにてワールドプレミア。北米仕様に初設定となるハイブリッドモデルも同時発表された。7代目エラントラ・アバンテは パラメトリックダイナミックスと呼ばれるテーマに基づいて、スタイリングが行われている。現代自動車グループ副社長兼工動能力、ドンカーボルケは、7代目、エラントラ、アバンテは、初代モデルのように大胆なキャラクターを持つと述べている。北米仕様のエラントラには最高出力 149PS、最大トルク 179Nm を発揮する 2.0L MPI エンジンが、 搭載され、これに現代自動車グループ独自のインテリジェント、バリアブルトランスミッションが組み合わせられる。韓国仕様のアバンテでは、1.6リットル NP、ガソリンエンジンと1.6リットル LPG をラインナップしている。エラントラハイブリッドには1.6リットルグディ、アトキンソンサイクルエンジンと32キロワットのモーターが搭載され、合わせて最高出力 141PS。 最大トルク 259Nm を発揮する。このエンジンに6速デュアルクラッチトランスミッションが組み合わせられる。リアシートの下に搭載される、リチウムイオンポリマーバッテリーは 1.32kWh の容量となる。2020年下半期には、従来のエラントラスポーツに代わる、エラントラ M ラインが発表された。 従来と同じ 204PS の性能を提供する1.6リットルガソリンターボエンジンが搭載され、内外装に専用デザインと N ラインロゴを配置したのが特徴。プラットフォームは、第3世代のコンパクトサイズと計3ビヒクル、プラットフォームが採用されている。なお、オセアニア向けは、今回のフルモデルチェンジを機に、i30 ダンに改名され、 I30 の派生者種という位置づけとなっている。ありがとうございます。